天貝小雨、うん、よろしく。その子がテンペストの情報を握ってるんだね。心配しないで、キヨちゃん。大丈夫だよ。うまくやってみせるから。ごめん。失ってた、うん、だから私が直した。お前何者だよ。だから天貝小雨、何度も同じこお願いだから、そんなに声を荒げないで。ごめんなさい。お薬がないと私、精神を保てなくて、はあ、そう、私もサイトで魔法を手に入れた一人。ステッキの能力治癒？そう、このステッキで自傷行為をして治療したい相手の体内に血を注げば、たちまち傷は癒える。幸い私には自傷癖があったから、ステッキの使用は辛くもなんともないけど、普通の人ならこんなステッキ、うん、使うのためらうと思う。一体何が目的だ。おい、このメンヘラ女が私もてめえらのダメージも直してくれたってわけよ。メンヘラって呼ばないで、うん、私は別の魔法少女サイトの魔法少女。私は君たちに協力を仰ぎに来た。でもどうして別のサイトの魔法少女があんたや私たちのことを。どんなにうまく隠しても秘密はいつか暴かれる、はあ、君たち以外にもサイトでステッキをもらい魔法少女になった子はたくさんいる。それに魔法少女サイトは一つじゃない。この腐った世界に終焉をもたらし、新世界への扉を開くことを意味します。そう、どうやら負のエネルギーというのは恨みや妬み、死への願望、そう、そこがテンペストのおかしなところ。そう、あなたたちの協力が必要なの。そうね、まずはサイト管理人の捕獲。私たちは知り得る限りの魔法少女に同じことを呼びかけている。今は一人でも多くの協力者が欲しいの。そういえば肝心なことを伝え忘れてた。君たちのことを治療したとは言ったけど、寿命を延ばしたわけじゃないよ。なんだって。君たちはこれから先年寄りになることもない。10代のうちに死ぬかもしれないし、あと数年、いや数ヶ月であっさり行くかもしれない。ステッキの代償でそんな体になったってことを覚えておいて。キヨちゃん、またいじめられたの？コサメちゃん、私にはちゃんとした計画があるの。え、頼むから、はあ、
みんな揃っているようね。あ、メーヘラ女。メーヘラって言わないで。彼女も魔法少女みたいね。私はアマガイコサメ。ステッキはこれ。管理人が勘違いしたのかも。キヨちゃんどう見ても女の子だし。はい、切りたい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 。喧嘩はやめて。はぁ、あ、いろいろ説明するのめんどくさいからかなりはしょって言うけど、今日みんなに集まってもらったのは他でも、そのためにあなたたちには、あのね、コサメちゃん、分かってる、はあ、今日だけは楽しい思い出に。いいね。キヨちゃん、ん？あのこと教えてくれてありがとう。これでよかったんだよね。要はそれが来るのが早いか遅いかの話だもの。あのね、つゆのちゃんの命はもう長くない。もしまたステッキを対応すれば、その時は。ステッキの力を知る誰か。キヨちゃん、そんなことってひどすぎる。絶対忘れませんわ、いじみ。まさかサイト管理人が私たちを狙って攻撃を。このままおとなしくやられるつもりなんてないよ。はあ、まだ死ねない。はあ、何ですのあれ。このままじゃ私たちも持たない。サユちゃんたちが襲われている。そんな、なんで。行ってあげて、ここは私たちが何とかする。でも。行きなさい、あなたの能力はここじゃ役に立たない。てか何してやがる。下がれ八村さん。血がもっと切らないと。待ちな。いつかな。君仲間だし。え？お、メーヘラ女が笑った。メーヘラって言わないで、父メガネ。父メガネ。夜の魔女眉意識汚れの乱暴、どこから来たなよミスポレ信念。ねえ星に吠えて温めてあげるよ。